この道覚えてるぞ。変わらず美しい戦隊だ。また会えて嬉しいぞ。しししし、また会えたな、メリくぅ、海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ、メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？正常だ。おいおい、チョッパーにも原因がわからねえなんて相当ヤバい病気なんじゃねえのか？きっとアラバスタ特有の病気なんだ。おいお前、この症状になったのは初めてか？違う、前にも何度か。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が菜の花のどこかに売ってるかもな。探すなら町の中心にある広場だな。そこならいろんな店がたくさん並んでいたはずだ。行こうみんな。俺、医者としてこいつのことほっとけねえぞ。待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから北だ。でもおかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。うよ、クロカプト。
を持って行ったやつ、黒カブト、誰か見てたりしないかな。なんだお前たち。お前だな、菜の花中の薬を持って行ったのは。急病人だっているのにひどいことするなよな。黙れ。俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。貴様らなどにとやかく言われる筋合いはない。いいから町の人に薬を返すんだ。うるせえ。文句なら命令を出した国王様に言いやがれ。こいつ本当はバロックワークスのくせに、あくまで国王軍のふりを続ける気だぞ。大丈夫だチョッパ、俺に考えがある。どうすんだ。ごほん、いやすまない、今のはお前を試したんだ。ちゃんと国王軍の演技ができているかどうかをね。お前ミリオンズだろ。実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取るように言われてきたんだ。何言ってんだウソップ。いいからここは黙って見てなさい。ビリオンズ、それならそうと早く言ってくださいよ。指令書通りこの町の薬は全部奪ってきました。見てください、ほらこの通りです。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。王国への不満も増えるってもんです。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですやね。お前、薬は簡単に手に入れられそうだけど、俺このまま戻るなんてできねえ。戦意がこう言ってるがどうする、ルフィ。ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。おう、任せろ。待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。いくわよ、サイクロンテンポ。
俺が相手になってやるよ。いつも通り自由にやるぜ。ボーショット。俺は負けねえ。ゴムゴムのブレッド、やるか。やっと俺の出番か。よし、やるか。私の番のようね。ドスフルール。グロップ。まだだ。いくわよ、サイクロン。くらえ。ウソップパンダ。どうだ、俺は戦士だ。みっともない姿は見せねえ。くらえ。ウソップパンダ。どうだ。鬼キリ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。ほんと、あんた強いわね。よし、これで薬は全部回収できたな。だけど、薬をどこに返せばいいのかわかんねえし、一回さっきの店の人に聞きに行かねえか。そうだな。それにこの中のどの薬があいつの腹痛に効くのかも確認しないといけないしな。町の物資を奪うとか、クロコダイルもひどいこと考えるよな。でも、よかったの？私たち、以前とずいぶん行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど、多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分って、お前な。
Island, I guess. Yeah, their airplane, I think it leaves around 11 at night. They're not going to land in Thailand until Saturday morning. Because it was that day. And they land in Thailand. They land in Taiwan first. Oh, okay, that's a person. Okay. That's her hair. Okay. Yeah. I like that. You look weird, man. エナジーアップラうまい。おいおい、本当に元気になってやがる。単に腹が減ってただけなのか。すまんな、実はそうだったんだ。腹が減ってるならそう言えよ。人騒がせなやつだな。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし、知らない病気かと思ったじゃねえか。悪かった。だがアラバスタじゃ俺みたいな行き倒れは結構いるんだぜ。水や食料が簡単に手に入る場所でもねえんだ。そうか、事情は分かったよ。でも腹が減ってんならそうだってちゃんと話せ。だから悪かったって。ついいつものノリでやっちまった。こうしてるといつも通りすがりのやつやこの先の雑貨屋の店主がなんか恵んでくれるんでな。ああ、呆れた。それであのおじさんもあんたのことを知ってたのね。とにかくありがとう。本当に助かったよ。これからも俺のような生き倒れを助けてやってくれ。ああそうだ、ついでにこの鍵、門の前にいる男のところへ持って行ってくれないか。あんたたちが戻るのを待っている間にちょうど手元のところに落ちてることに気づいてね。いや、それなら自分で。あ、腹が膨れたら眠くなってきた。おい、こんなとこで寝るな。はあ、とにかく無事みたいでよかったぞ。それにこれであの門の向こう側にも行けそうだしな。ああ、もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。ああ、ダメだ。あの鍵、もう一生見つからねえ気がしてきたぜ。ナナ、この鍵、お前のだろ？おお、それだそれ。俺今朝からずっと探しててよ。じゃあ早速門を開けてくれる？ああ、すぐ開けるから待っててくれ。さあ開いたぞ。あんたたち、鍵を届けてくれてありがとな。あれ、こ
この後どうするんだ？レインベースまで陸路で行かなきゃいけないから、そのルートに関する情報集めと、あと砂漠を進むことになるから必要な物資を揃える必要があるわね。しっしっし、じゃあ先に食い物集めだ。お前なあ、まあ別にそれでもいいか。よし、行くぞみんな。こんなにたくさんの人、初めて見たわ。本当か？おい！なあ！
こんなにたくさんの人、初めて見たわ。あなた、もしかしてあの島から出たことがないの？ええ、メモリアに来たのも初めてよ。やってやるぜ、クロカット。すげえ。よし。やるぜ！クロカプト！すげえ！
カット。怪しい通りだな。お前ら気をつけろよ。私の番ね。サンダーボルト連発。まだだ。ここが正念場だ。ドスフルール。グラップ。引かねえなら切るまでだ。
よし。どうすっかな。サンダーボルト、テンポ！やるな。いかねえよ。いちちちちち。ゴムゴムの。邪魔するなら容赦しないわよ。やっと俺の出番か。なめんじゃねえ。いってそこだ。聞かねえよ。まずい。強烈なのをお見舞いして。レディーが待ってるっていうのに俺に任せろ。狙いは外さね。するよ。何？いや。天気よし、風向きよし。ソーサリークリマタクトはな。
俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガトリング。準備 OK。バースカート。うわ、俺を狙ってるのか。よし、交代だ。待ってろ、アームポイント確定。ロゼオン。肩慣らしといくか。竜巻。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。にしし。おう。ねえ。しっかりしなさいよ。はあ。ナミ。おう。なかなかの味だな。このスープ、複数の食材を組み合わせてはいるが、互いの味が喧嘩してねえ。こいつは誰にでも作れるような代物じゃねえな。お、さすがだな。やっぱりあんたに食わせて正解だったぜ。そんなあんたを見込んで頼みがある。
俺はこいつに負けないスープを飲んでみたくてな。もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって全部タダでくれてやるぜ。面白い、その話乗った。じゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。楽しい。そうは言ってもサンジ君、何か当てはあるの？さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。その辺の食材を使っても太刀打ちできねえんじゃねえか。そうだな、この辺で手に入るもんで使えそうな食材といえばサソリの足肉だな。サソリの足肉だ。そんなもん食えるのかよ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるな。それなりに手間だが俺なら問題ねえ。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。ありゃいい出汁が出る。スープにはうってつけだ。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近くの砂浜で簡単に手に入るはずだ。集めたらどうすればいいんだ？ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。よし、じゃあ食材集めて三時のスープ飲むぞ。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは。私たちの目的はあくまで食料を手に入れることなんだから忘れちゃダメよ。なあサンジ、西の入り江に来たってことはここの砂浜でさっき言ってたサンディシェルが取れるのか？ああ、そのはずだ。だけどどうやって探すの？みんなで手分けして潮干狩り？いいよナミさん、ここは俺に任せてくれ。食材集めもコックの腕のうちってな。あったぞ、こいつがサンディシェルだ。こんな簡単に見つけるなんてサンジすげえな。褒めたって何も出ねえぞチョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。でもサソリってどこにいるの？砂漠に行けばいるだろうが。サソリの居場所を知りたいって？なんだってそんなことを。まあいいか、サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。わかった、ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ楽しみにしているぜ。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。おう。
いいもんがあるじゃねえか。それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。この辺のサソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。面倒なことになったな。来いよ、切られる覚悟があるならな。ああ、自由に。おら、蹴り、
任せな。俺が仕留めてやる。ボーショット。その程度だ。覚悟しろよ。ゴムゴムのピストル。あいつの弱点はどこだ。アームポイント黒点ロンレオン。ボーショット。効かねえな。次はどいつだ。邪魔だ。どっかに飯やねえのか。そんな都合よくあるわけねえだろ。飯なら後で作ってやるから、それまで我慢しとけ。本当か。うおー、元気出てった。おれ、こっちには何があるの？かかってきやがる。いけるか。ゴムゴムのブレッド。よし、行くか。私の番のようね。よし、俺様に任せる。ああ、一刀流、いよい、シッソンソン。手強いよね。みんな、トレインタフルール。やりますね。まったく。必殺火薬星。ゴムゴムのブレッド。トレインタフルール。やりますね。いやね。嫌な予感がする。そこをどけ。かかってこい。あれは誰だ。そうさ、この俺、キャプテンエッサンペ。目指すは正解。よっしゃ、力を取り戻せたみたいね。やったー。サンジ。おう。
ひっひっひっ、暴れるぞ。来るなら迎え撃つだけよ。私が必要ってことね。完了。トレインタフルール、フリック。ここが正念場だ、ボラッ。サンダーボルト、テンポ！おう、俺が相手だ。なんとか勝てたな。ええ、よかったわ。ウソップの鼻が削れてなくならずに済んだ。お、腕が鳴るな。さあ食え。これが俺の作った料理、
サソリと貝のスープだ。おお、興味深い香りがするな。では一口。うわあ、これはこの澄んだ味わいはサンディシェルから取った出汁。それにこの肉肉しい味わいはサソリの足肉を使っているのか。いやー、お見それした。こんなにうまいスープは初めて飲んだぜ。やった、大好評じゃない。ということは8人分の水と食料は。うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいるとはな。エース。ん、どうしたルフィ。エース、また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよ。まあ、話は飯を食いながらにしよう。腹ペコなんだ。そうか、じゃあサンジ、先の頼む。ああ、任せとけ。メラメラの実の能力者、危険のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っている。いやー、うまかった。いい腕だ。当たり前だ、サンジは俺の船のコックだぞ。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう。よし、うまい飯で腹も膨れたことだし、そろそろ行くか。またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだけどな。じゃあな、ルフィ。待ってるぜ、高見で。エース、見ててくれよ。俺は必ず海賊王になる。ルフィ、よかったな、エースに会えて。ええ、そうね。って、それはいいけど、8人分の水と食料は？約束通りタダでやるから心配すんなって。ほら、持ってきな。絶品スープを飲ませてくれてありがとうよ。これでようやくレインベースを目指して出発できるわね。よし、みんな砂漠に行くぞ。記憶のパーツで作られた世界ってのはこんなこともあるんだな。そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはないわね。気は抜けねえけどな。やることは変わらねえ。ビビを見つけてワニの野郎をぶっ飛ばす。
ねえ、ところでこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズよ。カジノ？あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今？ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。この道は菜の花だ。ちょっと邪魔よ。まずい状況ね。切り替えのありそうな相手だ。鬼！天候の変化にご注意ください。サンダーボルト連発！あなたたちの相手は私よ。全員ぶった切っちまって構わねえな。おう、やっちまえゾロ。さあやるわよ。やっと俺の出番か。いつも通り自由にやるぜ。ボーシャット！ゴムゴムのブレッド！来るなら迎え撃つだ。ドスフルール！グラップ！剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか海賊王？しない。俺がキャプテンウソップだ。この場所、キャンプができそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何？その怪しい薬品は？まあ日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。お前そんなものいつの間に？いつどんな島に着くか分かんねえからな。前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし、宴だ。サンジ、飯作ってくれ。待ってろ。手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。
仲間、海賊の一員。島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたい。だけど仲間って何？お、腕が鳴るな。任せとけ。お、腕が鳴るな。さあ食え。ボヤボヤしてるからだぞ。ああ、おめえがうろうろしてるからだろ。マリモ、なんだとくれ。あなたたち覚悟はいいかしら。それじゃ行きましょう。トレインタフルール。まだだ。俺の仲間に手出すな。
ゴムゴムのガトリング。あら、行ってしまったわね。おい、腹減ったぞ、サンジ。ああ、ちょっと待ってろ。うまいもん作ってやるよ。みんな、準備いい？トレインタフルール！フリップ！まだだ！どれ？ふん、効かねえな。俺に任せろ！マナーがなってねえな！俺の仲間に手出すな！ゴムゴムの！刃こぼれすら己の恥だ。刃こぼれはねえが、まだ修行が足りねえな。よし。かかってきやがる。トレインタフルール。まとめて下ろしてやるか。バースコート。俺が相手だ。ゴムゴムのガトリング。ゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。よし。任せろ。おい、そこの人たち、この峡谷に踏み込むつもりかい？それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな、この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。
へえ、それは便利ね。ありがとう、もらっていくわ。なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行ってみな。おかしいだろ。なあなあ、待て待て。本当か。よし。え、そうなのか？ルフィ。ありゃ、身がねえ。あ、ルーフィー。ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞこれ。ほとんど食っちまったって怒ってるぞ。ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはずだぞ。それをほとんどって言うんだって怒る。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。案内するからここから出て行け。デザ、ごめんね。
いいもんがあるじゃねえか。あなた、鳥の食べ物まで食べるのね。よし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。ちゃんと来てると思う？おう、大丈夫だぞ、多分。おい、どこだ鳥。やべえ、だんだん不安になってきた。もう少し先まで行きゃはっきりするだろう。この先が迷いの峡谷か。迷いすぎて餓死しなきゃいいけど。助かるわ。ありがとう。そうだな。ありがとう。鳥、これでこの峡谷を抜けられそうね。させぬ。トレインタフルール。俺に任せろ。おら。そっちけ。竜巻。なかなか楽しめたんじゃねえのか。海の一流国はレディーには指一本触れさせぬ。トレインタフルール。手にとって不足なし。ボーシャット。
レディーの前で無様な格好を見せるわけにはいかねえ。レディーには指一本触れさせねえ。トレインタフルール。次はドイツだ。ゴムゴムのガトリング。ボーシャット。よく覚えとけ。コックに逆らうと痛い目見るってな。俺の体は来たわね。トレインタフルール、フリッ。引かねえなら切るまでだ。三刀流奥義三千世界。次はドイツだ。ゴムゴムのガトリング。やるじゃねえか。俺に任せろ。なめんじゃねえ。あなたたちの相手を私こうか。今行く。おりゃ。よし、行くぞ行くぞ。そこだ。うおお、勝ったぞ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。気をつけろ、ルフィ。ああ、大丈夫だ。マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。しょうがない、やりますか。サンダーボルト、ゲット！痛いって言ってるでしょうが！やるぞ！竜巻！俺の仲間に手出すな！トレインタフルール、フリッ。ほっ、ゴムゴムの
次も俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。ありゃ、あの像、またあるぞ。元の場所に戻ってしまったようね。ナビバードが示してくれる方向をよく見ましょう。ありゃ、あの像、またあるぞ。元の場所に戻ってしまったようね。ナビバードが示してくれる方向をよく見ましょう。ありゃ、あの像、またあるぞ。元の場所に戻ってしまったようね。ナビバードが示してくれる方向をよく見ましょう。リムは鳥が好きなのね。そんなことは。その割には鳥を見て嬉しそうだな。嬉しそうにしてない。それにしても分かりづれえ場所。さて、行きましょう。来いよ。切られる覚悟があるならな。竜巻！
次はどいつだ。ゴムゴムのガトリング。すぐに黙らせてあげるわ。やっと俺の出番か。ボーシャット。ふう。晩飯は何を食わせてやるか。それにしても分かりづれえ場所だな。こりゃナビバードがいなけりゃ確実に迷ってたぜ。しししそうだな。でもナッツは食べちゃったくせに。お、そろそろ出口なんじゃねえか。無事に抜けられたみたいね。ああ、鳥のおかげだ。それにしてもでかいトカゲだな。サンドラオオトカゲだ。2年前にも砂漠の中で会っただろうが。あ、そうだったか。この野郎、取り返せ。よし、行くか。一刀流、いよい。シッソンソン。ぶっ飛ばしてやる。俺の番だな。しょうがない、やりますか。それなら自由に行くわよ。サイクロンテンポ。トップグリーンの多彩性見せてやる。うそっぺ。これは一筋トレインタフルール。ウソっぺ。トレインタフルール。なめないでね。いくわよ。クロッテンポ。相手が強そうだからって逃げ出すわ。ウソっぺ。
ありがとう。助かったわ。やっと俺の出番か。行くわよ。サイクロンテンポ。行くぞ。ゴムゴムのブレッド。ブレッド。再生見せて。戦闘だ。舐めないでね。こんな死にがいがありそうだ。邪魔だ。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパこいつ、強えな。舐めないでね。こう見えて、なかなかやるわよ。行くわよ。きっちり肩をつけるとするか。そこをどけ。こいつ強えな。私の番のようね。そこまで。ちょっと痛い。まずいわね。こいつ強いわ。せーの。
悪いな。誰か早く止血を。これで元気になるぞ。助かった、チョッパー。おう、よし、行くか。鬼なめないでね。こう見えてなかなか任せて。これは一筋縄では行くわよ。医者、医者を呼んでくれ。これで大丈夫なはずだ。なんで私なのよ。行くわよ、サイクロンクレスト。これは一筋縄ではいかなそうね。トレインタフルール。刀の鍵にしてやる。ビビってなんかいねえぞ。待ってろ、どけ。切り替えがありそうだ。三刀流奥義、三千世界。俺の方が強い、それだけだ。目指すは世界。ナビバードのやつが先に飛んでなければ食われてたのは俺たちだったかもな。ありがとうナビバード、お前の犠牲は忘れねえ。いや、さっき元気に飛んでいったろ。なあなあ、この世界で死んだら俺たちどうなるんだ。死ぬわ。正しく言うなら意識が死んで不思議空間で眠っているあなたたちの体が目覚めなくなるってこと。しししでも腹減ったら起きんだろ。無理よ、心が死んだら体は動かなくなるわ。そのまま不思議空間で白骨化していくのね。この先の大岩を抜ければサンディ大砂漠に出られそうね。よし、行こう。
それでこの先はどっちに進めばいいんだ？2年前の記憶はほとんど役に立たないし、この辺りの人に一度確認しておきたいところに、うん、あんたたちどうかしたのか？俺でよければ話を聞くぜ。本当に？ちょうどよかったわ。私たちレインベースを目指してるんだけど、どっちに進めばいいか教えてもらえないかしら。へえ。ということはあんたたちこの辺は初めてみたいだな。そうかそうか、なるほどなるほど。いやあんたたち、最初に会ったのが俺でよかったな。え？どういうことだ？この辺りは悪い砂族の縄張りでな、砂漠に慣れてない奴はあっという間に奴らの餌食に。俺たちのこと呼んだかい？出た！砂族だ！早速かよ。あんたは後ろに下がってな。こいつらは俺たちがやる。来るなら迎え撃つだけよ。トレインタフルール。まだだ。サンダーボルト。やるやるな。俺たちの邪魔はさせねえ。やっと俺の出番か。一丁やるか。ゴムゴムのガトリング！やっと俺の出番か。どうしましょうか。トレインタフルール。まだだ。待ってろ。ロビンちゃん、紅茶でも飲んで一休みしよう。そうね、いただこうかしら。こんなもんか。シシシ、勝った！ん？おい、さっきの男の。あら、私たちの水と食料もなくなってるわね。ちょっと、どういうことよ。ひょっとして砂族の仲間がどっかに隠れてて、俺たちがこいつらと戦ってる間におっさんともども。みんな、食料の匂い東に続いてるみたいだぞ。よし、取り返しに行くぞ。俺の飯。ブー、そこはみんなのだろ。